猫虐待で話題になってる人るだけど、外野があれ、そう、まあでも、あれは虐待だよ、ちゃんとした。俺自分の猫じゃないから、まあ正直どうでもいいと思ったけど、あれはちゃんとした虐待だと思う。で、たまにさ、にゃにゃってなっちゃう時あるけど、やってるふりなのね、猫飼ってる人って。結局。それでも多分本当に嫌だろうなって時あるの。もうどうしてもお腹触らせてほしい時、 お腹っっててーとか言噛まれるのね痛いーってなるの。<laughs> でももう,すともうしょうがない時ってあるの。めちゃくちゃ噛むのね。ちょっとでも触ってほしくない時、ところ触ると猫ってガメって噛んでくるの。でもなんか押さえつける時は詰め切る時とかなんかその病気の検査する時以外は押さえつけたりはしねえかな。 木下ゆかが猫投げた動画は、まあ、ぶっちゃけあれは、まあ、ギリギリセーフ。でも、厳しい人はアウトすると思う。猫って、なんかよっこいしょってどかし、なんか配信しながら、どかしたっていう感じだから。あれぶっちゃけ、ギリギリセーフ、俺的には。ただ、ネタとしてはおもろいから叩かれたんじゃないあれ正直多分ギリギリセーフだよね。やらないけど、股関節怖いから。 猫って結構やっぱ高所からピョーンって飛んだりするから。で、犬だったら超アウト。犬って高いところからでほんと死ぬから、足をって。で、その、ソバルトくんがやったやつはマジでアウト。俺的にはね。な、な,なんかさじ加減がわかんない。なんでだろうな。普段過ごしてるから、危険性をなんかし、本能的に感じ取ってんのかな。まあでも、 反省したんじゃないか。わか、わか、若い、なんか、わか、わか、若いんでしょって言って若くなかったんだけど、32だよって言われて。<laughs> じゃあもうダメだって話になんなかったっけど。じゃあもうお使命だリオンの時もあったよな。しょうがねえよ。若者がさ、女、なんか女にさ、そうやってなっちゃうのしょうがねえよ。っておあいつもうでも28だろ。じゃあもうお出遅れだじゃあもう女とセックスしろってなったよね。ソバルトは元いじめられっ子だったり、親が片親、 片方がいなかかっったりでいいいろろあって価値観が少しおかしおや、本人が言ってんの、それ。でも、元いじめられっ子だろうが、親が片方いなかろうが、別にそんな人っていっぱいいて、多分みんながみんなやってるわけじゃないから、関係ないよ。それは俺たちには関係ねえから。ダメよ。そんなこと言ったら俺だって片親だよ、今。 でも俺、片親だけど動物大事にする。そうだよな。そうだよな。<laughs> よかった。俺、そんなんだったら俺、片親のやつにも近づかないでおこうってなっちゃうもん。ダメ。多分な。俺は別になんか、どっちでもいいけど。叩かれる、あ、これ叩かれるだろうなって思った。どうせ木下優香が猫投げたぐらいだろうって見たら、ぐっ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 とか、う。 いつ <laughs> も、振ってだから、あ、もう、これは普通に炎上するだろうな、と思って。しかもさ、人間にやるよりさ、わ、悪く見えちゃうんだよね。猫とか子供とかにやるのって。でも、お前、布団ちゃんによく、お前、一人っ子だからってばかりするけどあれじゃ、あいつは、なんか、俺、ついてねえっていうの、こんなに幸せに生きてるのに、俺、ついてねえよ、なんか、教、教わってなかったよって言うから、いや、お前、それは、お前、 お前ついてなくねえよって。みんなそれぐらい苦しいんだよって。俺マジで言うの。ついてねえって言うのあいつついてるのに。